はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。即戦力、行動が人生を充実させるということで、僕自身も20歳の頃からコーチングっていうのを勉強して、でいろんな人にやってきて、で今コーチングをしていると、まあ、1対1なんかでこういろいろとお話を聞かせてもらって、まあ、こうなりたいですとか、ああいうことを実行してみたいですっていうことをお話をいろいろいただくんですね。まあ、お金持ちになりたいですとか、ブログをやりたいとか、日本一周したいとかって、いろいろあれこれやりたいっていう風に欲望みたいなところの話をいただくことが多いんですが、結局結構な確率で、まあ、やらないまま、こういうことやりたいんですよね、ああいうことやりたいんですよねって、でちょこっとやってそのまま終わるっていうケースが、まあ、やっぱり多いわけなんですよ。個人的にですよ、コーチングをやっててクライアントの目標達成っていうのをこうきちんと達成するためのゴールまで一緒に行くっていうことは最後までやり遂げたいと思うんですけれども、結論言うとやるやらないっていうのはその人次第の問題ですので、僕個人としては結果達成できなくてもその人が不幸にならずに、なんかやってみた結果良かったなっていう風に、達成しなかったっていうのは別ですね、その取り組んでみて良かったなっていう結果になればいいんじゃないかなと、その踏んでいったプロセスがまた次の何かにつながるんだったらそれでいいかなっていう風に思っているので、なぜかっていうとコーチング完了しきらない前に去っていっちゃうっていう人も時々いますんでね、はい、そういう人まで僕を追いかけてられないですから。ただ時々、まあ、ちょっと意地悪な質問で、じゃあ現状維持のままでいいんですかって聞くと、そうじゃないってやっぱり 100% 返ってくるんですよ、答えとしては。じゃあなんでやらないままになってるんですかっていうと、やっぱりリスクがありますとか、そもそも取り組むのがめんどくさいとか、あるいは失敗した時が怖いっていう、まあ、特にこの3大要素が主にあって、結局やらないままになってしまっているっていうケースがあるんですね。で問題なのは、現状維持のままでいいですっていう答えが返ってくるんだったら、あ、じゃあもうリスクとか怖がったりとかしなくていいですよと、リスク取らなくていいですよ、怖がらなくていいですよっていうふうに言えるんですけど、何もしてないのに、いやなんかちょっと違うんですよね、不満がある、これが問題だっていうんですよね。じゃあそれを変えていくために、やっぱりこう先人の成功している人たちの知恵を借りていくと、どういうことを語っているかというと、その成功した人たちが語っているのは、やっぱり例えば事業でうまくいったとか、お金持ちになったとか、人から尊敬をされるようになったとかっていう結果じゃなくて、成功するための、お金持ちになるための、尊敬されるためのプロセス、そうなるためのプロセス、行動したこと自体が人生を楽しくしてきてくれたっていうふうに回答してるんですよ。でこれは科学者の間でも証明されているものでして、ビッグデータの研究の第一人者の矢野和夫さんという方が、人の幸福度っていうのは環境にほとんど影響されないと、自分がどこに住んでるかとか、どんな人と付き合ってるかとか、どんな仕事をしているかっていう環境はほとんど影響しないと。で例えば人生で、まあ、一世一代の大きな買い物といえば家とか、あるいは車とかを買ってすごい広い家に住みましたとか、超かっこいい車に乗りましたとか、ボーナスでたくさんのお金をもらいましたとかっていうのは、幸福度に対しての影響ってさほどないんですね。だから人間関係とかお金とか健康とかっていう環境の要因っていうものを全て合わせたところで、皆さん自身への幸福度への影響っていうのはたったの 10% しかないですよ。 10% なんですよ。でところが、人間関係大事にしなくちゃいけないとか、お金はあるだけあった方がいいとか、健康の方がいいとかっていう風に環境の方を思い込んでしまってるから、今自分がそのいい人間関係築いてます、お金もそこそこありますで健康だから環境を変える必要なんかないよねっていう風になってしまって、あれやりたいこれやりたいとか、ああなりたいこうなりたいっていう願望を持ってたとしても、そのままにとどまってしまっているっていうことだったりするんですよ。さっき言ったリスクとか面倒さとか怖さとかっていうのが勝っているってわけなんですよね。あの今の状況、環境を変えるまでっていうことを考えたら、はい。ところが、幸福度っていうものの大きな内訳、細かく言ってたらすごいあるんですけど、大きな内訳でいくと 50% っていうのは遺伝子で決まってるんですよ。お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんが幸せに感じる部分も自分が幸せに感じると。だから、関東生まれの両親を持つ人だったら、吉本の新喜劇は笑えないけどドリフはめっちゃ笑えるとか、逆もしかりみたいな感じですね。ちなみに僕は、関東の母親と関西の父親なので、新喜劇めっちゃおもろいし、ドリフめっちゃおもろいしっていうね、まあ、それはいいとして、はい、でちなみに 10% が関東
環境、さっき言ったような、話です。じゃあ残りの 40% は一体なんだっていうと、実はこれが行動力っていうところなんですよ。結果に向かうためのプロセスっていうところで、あなたのことを 40% も幸せにしてくれるということなんですよね。だから環境を変えるとか、いい環境に飛び込むっていうよりも、自分で手っ取り早く行動してしまった方が4倍も幸福度を高めてくれるという結果が出てるんですよね。だから自ら意図を持って何か行動するということなんですよ。だから成功したとか、お金を稼げるようになったっていう結果じゃなくて、成功するためのプロセス、お金持ちになるためのプロセスっていうこと自体を踏む方が大事だということなんですよね。だから皆さん自身、学生時代の時にもし部活をやってたとしたら、練習とかすごいしんどい思いをたくさんしたと思うんですよ。めちゃくちゃあれだけ練習をしたのに1回戦負けだったとか、あれだけ毎日蒸し暑い教室の中に根詰めてみんなで楽器を演奏したのに銅賞ももらえなかったとか、あるいはあれだけ一生懸命夜中までかかってプレゼンの資料を書いたのに、企画を書いたのに、会社からはもう即決でダメってボツにされてしまったとかっていう、結果は初戦負け、賞をもらえませんでした、企画もぼつりましたってなったとしても、後で皆さん自身がやってよかったなとか語り草になるのって、そのいやダメだったんだよねっていう話よりも、あの時でお前フリースロー決めといてくれたらさとか、あ、ごめんなさい、バスケの話になっちゃうんですけど、あれだけみんなで一生懸命楽器演奏して一つの曲完成すること楽しかったよねとか、あるいはあの企画がダメになったからこそ俺はもっと頑張ろうって思えるようになったんだよって、結局プロセスの方を見てるんですよね。はい、でプロセスのやっぱり語り草になってるし、その行動のことを覚えているんですよね。なのでこう何かを変えるために行動するんじゃなくて、行動していってたらいつか何かが変わっているっていう状態を目指していくのがいいというお話になります。なので結果ばっかりを求めてしまうのはもうあくまでも仕事だけで十分だと思います。それよりも皆さん自身の人生の中で、ああなりたい、こうなりたいっていう風なこうちょっとした思いがあるのであれば、そこを目指してなるとか手に入れるとかっていう、その結果をだけを重視するのではなくて、もちろん結果も大事なんですよ、結果も大事なんですけれども、やっぱり長い人生というのを考えた時に、そうなるために、それを手に入れるために一生懸命頑張ったプロセスの方が皆さん自身を幸せにしてくれるというところですので、コーチングをやっている人間として何が言いたいかっていうと、ああなりたいです、こうなりたいですっていう風にクライアントとして来てくださるのすごくありがたいですと、じゃあそのために何をしますかっていう、その行動を絶対大事にしてくださいっていうことを言いたい、今日はそんな動画でした。はい、皆さん自身が今日今この瞬間から、あるいは明日朝起きた瞬間から、ちょっと今何かにこう不満を覚えていることがあるとしたら、それを変えていくためにどうなりたいですかじゃなくて、何をしますか、これをぜひですね着眼点を置いてやってみていただけたらというふうに思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。